て。ともかくこれで3つ目、次の物語を回収できれば。高いところまで来たわね。足痛くない？景色は綺麗だけど、上り階段ばかりだから。疲れたらいつでも休んでいいのよ。休むことこそ成功への近道だって誰かも言っていたしね。眩しいところね。でも見つけたわ。あれが四つ目の黒いかかし。ここから杖の物語、最後の記憶に入れるはずよ。武器の持ち主のほとんどは戦いに身を置く者たち。あなたはこれから多くの死を見届けることになるでしょう。覚悟はいいかしら？町を出た女はやがて、朽ち果てた教会がひっそりと立っている。壁はもはや用をなさず、天井は崩れ落ちている。教会の奥で女が見たのは、古びた機械兵と少年の遺骸だった。女が近づこうとすると、突然よみがえった機械兵。見てて。賞金稼ぎの女は倒した機械兵の記録を確認する。か
かつて王子であった少年は王国を追われた身だった。共に旅をしていた男は彼の友であり護衛であった機械兵。しかし少年は病魔に侵され、旅路の半ばその命を落とす。一人残された男は少年の遺骸を守ろうと近づく者全てを殺すようになった。少年の死から100年、機械の体は錆びつき意識は薄れ、王国さえ滅んだが、男はずっと自らの主を守り続けていた。女は二人を弔う墓を建てると静かに森を、この記憶で、これで正しい物語が…それは意志。階段を上って、先はまだ長いわよ。ここから先の道のりも長いわ。あれこれ説明し、他のゲームと大体一緒よ。